はい、皆さん、こんにちは。今日はね、沖田史跡公園っていうのかな。そこのね、コスモスをちょっと見に来ましたね。それなんか腐葉とかも咲いてるみたいですね。このようにね、史跡があります。ね。横穴式か。何かちょっとわかりませんね、これ。かなり立派な施設ですよ、だけどね、これ。まあまあ、今日は、まあ別に史跡がどうこうじゃなし、無理ですね。ちょっと、コスモスもね、で、コスモス何箇所か咲いてるんですよ。咲き始めてますね。まあ雑草も多いですけど。これがね、綺麗に咲いておりますよ。まああれは山もあるしね、なかなか環境のいいとこですよ。よし、なかなかね、向こうはね、まあ2号線かな、幹線道路ですんでね、そこから入ってきてすぐです。まあ勝手に自生してるか、まあ植えてんねやろうね、これ。向こうから田んぼやけど。ちょっとね、四方八方あるからね、向こうのコスモスの時は結構人も来てね、見てはるんでね、ちょっと行ってみましょうかね。駐車場もあるんでね、寄りやすいです。結構この道ね、車通りますんでね、注意してくださいね。東海周辺の歴史文化、これちょっと写しとくか。でこっち側ね、東海沖田遺跡っていうのかな、こっち側にも遺跡がね、弥生時代村って書いてある。なんかいろんな展示物があるんかな、あれ。なんか土器みたいなのが置いてありますね。まあちょっとそこまでやってると時間がなくなっちゃう。寝てはる人もいる。はい、でこっち側にもね、コスモス畑ありますんでね、ちょうど今の時期ヒガンバナね、で腐葉の花も咲いてるからね、こういう感じでね、まだ咲き始めてるやつがあるから、これからまだ見れそうですよ。あ、で、ここにね、西あれば花のあれ、ね、コスモス畑ってありますんでね。コスモス畑、地元の人がやってんのかな、これ。まあ、まだまだ咲きますわ、この状態であれば。まだ咲き始めてるばっかりやね。わー、でもまた綺麗やろな、これ。特にあの辺はよく咲いてるけど、まだまだこれからですよ。あの辺とかね。まあ写真に撮ってもあれないんで、ちょっとこういう感じだけ見ておいてくださいね。はい。じゃあちょっと向こう行ってみましょうかね。はい。さっきのね、資料館の前まで来ました。まあ弥生時代の生活でね、なんかこう書いてある。まあこういうところでね。お手洗いもあるんでね。横なんか人もいてはるみたいで、なんか。中に事務所の中で人もいてはるみたいで、なんか教えてもらえるんちゃうかな。まあ、興味のある人はまた来てみてくださいね、これね。はい。それで、こっち側のね、コスモスちょっと見ていきます。こっち側行ったら、冬の花もきれいに咲いておくからね。よし。これは何や、井戸かな。わかんない。ちょっとあの看板だけ映しておきますわ。あの、興味のある人はこれ、動画撮れて読んでください。文化財の表紙も入ってる。指定文化財ね。県指定の文化財になってますね。
縄文から室町時代にかけてだいぶ長い間の遺跡だなこれ。竪穴式住居かね。まあまあいいでしょう。駐車場もあるんだよね。クモの巣、うわ引っかかった。こういうことよくあるんですよね。冬の花さっきからより綺麗よね。だいぶ綺麗水風よかなね。よいしょ。花って綺麗よね。はい、こっち側のコスモスパネルもありますね、これね。もうちょっと近寄ったのか、これ入ってもらえないかな。いいやろ。よし。不要の花とね。ちょっと隙間あいとんな、あの辺も綺麗か。よし。私はコスモスの桜も遅かったからね。まだ行きそびれてるとこようけあるんですよ、コスモスね。清澄にももう一回行きたいしね。はい、ちょっと近寄ってみましたね。白いのも映したいけどな、ちょっと遠いな。するか。ね。はい。まあそんな感じでしたね。まああと大体分かっていただけたでしょうしね。また見に来てくださいね、皆さんね。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。